移動しましょうか。ではカメラの方お願いします。はい、あ、じゃあちょっとスリムのなんか自己紹介というか、どっちですかみたいな、はい、お願いします。めちゃくちゃ可愛いこのチームのスリーブが、これはあれでしたっけ、もう発表されてるとは思うんですけど、すよね、新しいスリーブです。チームごとのスリーブですね、はい、ちょっと上に上げて、ね、ラミラビの方が、こちら西さんですねはい、ラミラビプレイマットの方が私ですはい、福原の方って言った方がいいですね、はい、そして、ルワードとっていう感じですね、はい、鈴渡さんとなっております。どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いします。じゃあもう先行後攻決まりましたね。先行はどちらですか？先行は僕です。はい、ではじゃあせーのでスタンドアップバンガードでいきたいと思いますので、ぜひ、はい、せーのの掛け声だけ、皆さんに、お願い、合図だけお願いします。はい、じゃあいきますよ。準備できましたかね。はい、お願いします。せーの、スタンドアップバンガード。さあ始まりました、よろしくお願いします。はい、では、はい、いきます。先行ドロー。スタンドアップルートからスタートしていますね。久しぶりだな、バトリとファイトするの。なるほど、なるほど。何に乗っていくか。ライド、ドラグセーバーエスラス。エスラス。先駆で移動、はい、ターンエンド。ターンエンドかな。では後方ドロー。はい。さあセンチネルに乗っていきましたね。さあそして、なるほど、なるほど。ではライド、サンダーシャウトドラゴン。おっと、なんだそれは。サンダーシャウト見たことないでしょ。なんか兄さんのデッキが変わってる。見たことないだろう。8000かな。今朝6時まで組んでたんだぜ寝て寝て、はい、はい、バニラです。8000だね。はい、そして先駆で移動。さあ今ね、まあ、そこにバネラって言われるこの8000、1万ラインですね。あのグレード値8000のラインから行きましたね。あの防御高いんでね、強いですよね。はい、行きましょう、うん、ではアタックします。ハーブリンガードラゴキットのブースト、サンダーシャウトドラゴンでアタック。さあアタック、ノーガード。ノーガードからドライチェック。ドライブチェック。おお、拍手よっ。はい、なんとはヴァンガードに。さあこれ5000のっかるが、まあ、まずヴァンガードですね。1回入ります。せーの、ダメージチェック。あー、ルアードがいっちゃった。さあこれ1点、俺のルアードが。その、あ、そのテンションだったね。はい、はい、ターンエンドです。はい、では、さあスタンドドローから、スタンダードドロー。おー、なるほど。さあグレードに乗れるか。まあでもマーシャルアーツが怖いんだよな。お、お互い相手のデッキが若干分かってる。ライド、ね、ドラグリザード、モルフェッサー。さあモルフェッサーバインドしてやる。さあモルフェッサー乗ってきましたね。さあどうしよう。なかなか今回バトリさんのライドラインが厳しい感じはしますね。なるほど。さて本当はね、コールすると強い子たちが今いたのでっていうところなので、はい、さて、いやでもマーシャルが怖いからやっぱマーシャル見でここする。なるほど、ヴァンガードにアタック。あ、そうか、なるほどね、マーシャルを警戒してたんですね。さあ1万シールドでかわすか。さあかわさない、かわさなくてもいけるが、どうするか、はい、ノーガード。ノーガードからそれがチェック。どれだい、チェック。さあここはなし、1点、1点で。さあニーズが反応ありましたね。ニーズで、ニーズで、では、ダメージチェック。入った。おお、ダウン終了です。はい、さて、さあグレード1のチェインボルトがダメージ入りましたね。さあそしてスタンダードドロー。はい、スタンダードから。さあこのグレードに今マーシャルアップ1点読みでかわしましたが、なんだろう、本当かよこれ。さあどうしようかな。なんでみんなそんなにまにましてるんだ。ここ悩みどころですねちょっと大変なことになってる、ね、大変なことに。まあ、まずライドできるか。じゃあライドしますね。ライド、はい、多分バトリは初めて見るな。来いワイバーンストライク。またかー。いや、1番。さあここでここでプレッシャーかけていく。いさあ、はい、波神側が早いデッキに対して想定してるデッキ構築になってるぞ。なるほど。さて、いや、これ先行取っといてよかった。これ先行取れなかったらすごい危ないですね。逆にこれ先行取りたかったやつですね。危ない危ない、うん、危ねえ。さあでもここでこっちも、いやでもマーシャルアーツじゃないんだったら出しときよかったな。さあ1番から。そうですね、あの直線見るデッキは今の環境だと8000、1万は入れていい環境なの です、ね、で、あの非常によくできていると思います。いいと思います。そう、能力持ちだけが全てじゃない。さあコール、はい、
コールが入る。バリュー戦記チャトゥラ。チャトゥラ。あっとチャトゥラ。チャトゥラがコールされた。チャトゥン。さあ違う、狙いくるやつが一体いる。さあブーストはかけるのか、チャトゥラ。さあチャトゥラ。そうですね。そのまま行くか。でもああそうか、でもオグマがいるんだ。さあ考えている考えている、ね、お互い先読みしてる。すごい、さすがいつも遊んでるだけある2人で、もうほぼお互い手の内はもう暴かれてるぞ。さてブースト来たら美味しいとかコメントは流れていますが、そうですね、いやでもこのままいきます。あー発戦が手札にいない。はい、さあではチャトゥラでアタック、短期1万1000です。ここはそうですね、僕も今チャトゥラ裏グレード打ち8000コールで、スーパーコープレッシャーかけていくかなと思いましたが、手札には多分ないみたいですね。ガード、はい、ガードした。はい、手札1枚はい、剥がせました。ではハーブリンガードラコキットのブースト、ワイバーンストライクバックスでヴァンガードにアタック。さあまっすぐ、1万ヴァンガードが飛んでいく、うん、ノーガード。ノーガードからではドライブチェックと、ここで、ここで入ってるは入ってるんじゃん。怖っ。いやいや、入ってるわ。それは入れるよ。はい、ではダメージチェック。あ、薄き汗がいってしまった。あ、よし、トリガーが引けないな。ないな。そうだね、お互いまだあれだね。ではターンエンド。はい、ではスタンド&ね、はい、コメントでも流れてますけど、先ほどの、バトルさんの警戒は正解でしたね。マーシャルアーツ警戒の交流読みでしたね。はい、なんてかすごい身内読みで面白いな。さあではでは行きましょう。どうしようかな。まあ、バンキッシャーに乗ってくるとは思うんだよな。まあ、乗ってきますね。とりあえずライド。あ、持ってる持ってる。ドラグハートルヤード8よ。さあガード無事乗りました。なるほどなるほど。だここはもう展開していこう。アビサルオールとソードブレイカーをコール。さあアビサルオールとソードブレイカー、ではルートのブーストソードブレイカーでどうした、チャトゥラにアタックだよね。あ、ちょっとタイムアビサルが強制だからちょっと待ってみましょう。あ、ごめんなさい。アビサル、うん、アビサルからお願いします。はい、一応まだシールドウチで出さなかったんで、ここまで巻き戻しましょう。7デニアイ。はい、はい、OK です。はい、OK です。僕、アビサルで呼べること少ないんですよね。はい、じゃあアタックしてください。はい、大丈夫です。すいませんでした。チャトゥラにアタック。チャトゥラにアタック。おいくら。1万1000円でございます。はい、では5000でか。はい、防がれてしまった。ではヴァンガードにアタック。1万8000。そうですね、通そう。通す通す。さあ来い。さあここでトリガー乗ると大きいが、そうです、ね、ツインドライブ乗らない。セカンドチェック乗らない。ちょっと今日お互い乗ってないらほとんど。よしよし、有効ドローはあったがそれ以降乗らない。ターン終了です。ダメージ。あ、そうだ、ダメージチェック。おお、ここでか。よかったよかった。まあしょうがないですね。そうだね、詳しい行きましょう。はい、ターン終了です、はい、ではスタンダードドロー。ちょっと引きたかったからですかね。いやー、ここでクリティカルは結構だな。いや今ね、そうコールしていいカードだったんでね。さあここでライブできるか。では第3の秘策いっていいですか。第3の秘策。お、何、まあ、僕的になんだけど。僕的に、はい、はい、いきます。ではライド。なんだ、グレートコンポージャードラゴン。グレートコンポージャー、グレートコンポージャー。バンキッシャーじゃないだぞ。グレートコンポージャー、そこまでやってる。さあというわけでグレートコンポージャーです。第5弾ガチガチ。そうですね、 AG の5弾でございますね。あれはきついな。1万2000です。エリアガードに置くとパワーマイナス3000ですが、ライドしてると1万2000で自分のターンも相手のターンも硬いね。硬い。はい、行きたいと思います。グレートコンポージャーか。バンキッシャーじゃないのか。いや、でもコンポージャーありですよこれ。相手がシャドパラだから、ね、さて GB8 狙ったナルカミの構築だな、はい、さあストライドしてた。さあグレートコンポージャーなんだっけっていう人が多分、視聴者の半分を占めるとは思いますが、はい、半数の方はニマニマしながら見てください。はい、半分の方はぜひ公式サイトとかでチェックしてみてください。ドラゴニックバンキッシャーボルテージにストライド。はい、ペルソナブラスト。さあ、うん、
さてここからヒット時にさあボルティ、そっか、コンポージャー乗ってっから2万7000かそいつ。そうです。おー、あ、そっか、1万2000出されてる。はい、さて、はい、ではここでチャテラをもうちょっと増強したいのでコール、チームボルトドラグ。そうですね、そうですね。おっとっと、じゃあこれで、さあチェインボルトが行きました。少ないですけど、このようになって、そうですね、はい、バンピッシャーから行くのかな、これは。はい、ではボルテージでヴァンガードにアタック。はい、ここは完全ガード、持ってた、完全ガードで流す。はい、バインドはさせねえぞ。やです、はい、なるほど。さあ、じゃあ3枚目いけてみましょう。1枚目トリプルドライブ、ファーストチェック、うえ、おっと強い。まずは5000のっけて、チャクラに、はい、5000のっけて、まずい。そしてワンドロー、2枚目、まずい。セカンドチェック、3枚目、サードチェック。はあ、いやでもストライドコストの確保は、そう、なるほど。追いながら、そしてチャクラ強いな。チャクラが今1万1000、5000、2万2000、そうですね。では2万2000のチャクラで、さあ1万5000要求なのか、あれ今手札は何枚、3枚でございます。ああ、じゃ あチャクラ V にアタック、チャクラ強い。さあここが勝負どころだが、手札をこれ以上剥がすわけにいかないか、当てるか。あ、難しい、ここ難しいぞ。ちょっと待ってくださいね。ここは難しい。リーチャールは達成している。うん、え、達成してます、リーチャール。おお、なるほど。けどここはジェネレーションガード、ジェネレーションガード、ここで切り札を打つ。ボットリさん上手いですね、分かってますね。ここは止めなきゃいけない瞬間なので、何を持っても止めなきゃいけない。エスラスを使ったんで、もうチャトラを受けちゃうとちょっと厳しいことになるので、暗黒士ルードビーク、はい、ソードブレイカーをガーディアンサークルへ移動させます、うん、なんでこれでガード成功かな、成功かな、大丈夫ですね、はい、そうですね、はい、これで GB も解放してるし、はい、なるほど、はい、大丈夫ですね、大丈夫、合ってる、はい、ターンエンド、よし。いやでも1万2000辛いな、辛いね。さあスタンド&ドロー。いやでもリチュアルが達成できたので、ここはコストを払わずに、はい、ストライドできる、はい、さてでは、あー絶対あれ来るわ。いやいや、どうしよう。さあ、GB2 が達成する形になりますね、これで。ダムド。ダムドは乗りませんよ。いや、次の、大幅な。いや、どれでも大丈夫なんじゃないですかね。比較的、この盤面だと何を選んでも、まあ、やっぱ効果的なカードですね。ここは、暗黒竜、カーニバルドラゴン。カーニバルドラゴン。はい。はい、そして。カーニバルだよ。そうだね、ストライドスキル、アビサルオーロを退却、そしてソードブレイカーと、あれ、あ、いた、一番目の前にいた、出していく、はい、ベリアルオールをスペリオルコール、はい、そして、ソードブレイカーの登場時、はい、ソウルブラスト、そしてワンドロー、なるほど。さあギリ、でもギリギリの手札ですね。ダメージ2で抑えてる分だけ手札がかなり持ってかれてるので、相手にバインドさせてないんですが、その分、あーバトルがベリアルオールの処理忘れてくれたのかな。カーニバルドラゴンのスキルルートを退却して、あ、そうだ、アビサロールの、すいません、退却時の効果で、はい、カウンターチャージです、はい、ルートを退却して、2体退却させてください。2体だよね、2体です、わかる、
どうしようかな、まあ、FV と、はい、じゃあ言いましょうか、うん、さあ、カーニバルドラゴンですね、相手は自分のリアガード2枚選び退却させる、はい、相手は2枚退却させなかったら前列に言うと3枚までプラス挑戦なので退却させないっていう選択肢もある、はい、ありますね、全然ありますが、さあどっちを選ぶんだ、 FV とチェインボルトを退却させる方いった、はい、させます、させられなかったそうだね、ごめんそうだね、これ選択式じゃなかったね、カニバル、カニバルだよ、はい、そうだね、そして、次、ドロップゾーンのエスラスのの前にルートの退却時のスキルでカウンターブラスト、ソウルに入れてソードブリーカーにパワープラス5000、はい、そしたら、あ、そうですね、今コメントでも流れてますけど、あの退却させる確定ですね、はい、2枚選び、2枚までじゃなかったのでごめんなさいね、ごめんなさい、私の方はそのごめんなさい、今ちゃんと言いましたというところです、今相手が2枚退却させられなかったら、相手が全部3枚まで選びプラス4点でございました、うん、ここはさてウスキアス、はい、さあ攻めますね、ここで攻勢に出ました、さて木札のバランスと次のアタックの感じとの噛み合いにはなりますが、さあここで手札が多い、日産の手札が多い、珍しいよねこんなこといや正直な話、あのやっぱ8000、1万、1万2000に乗っけてるのはすごくありですよね、一旦ドローみたいので、ドロートリガーも入ってるんで、いい感じに回ってます、ドロップゾーンのエスラスを捕まえてもいい、そうな、ウスキアスのスキル、カウンターブラスト、エルアドを含むヴァンガードがいるのでドロップゾーンのカードを1枚選びパワープラスします、はい、アビサルオールを選択、アビサルオール、アビサルオールを選択します、で、山札には戻しません、はい、そしてはい、いいですね、ウスキアス置いて良いなので置かなくても大丈夫です、そして、セイバーエスラスのリチャール、はい、退却しますました、すいません、ベリアロールを退却させ、はい、エスラスを山札の下に、はい、もう1枚を手札、さらにベリアロールのスキルで退却させられたのでワンドロー、はい、手札が増えてくな、なるほどなるほど、さあ、あなたのカードの効果やコストでこのユニットがリアガードから退却するとき、リアガードを含むヴァンガードがないなら1枚引くですね、いや苦しい、苦しいぞ、ここのスキル強いよね、うんうんうん、そうしよう、コンラ、うん、じゃない、ごめんなさい、これは、うんうんうん、避けます、出します、出します、うわマジか、攻める、よし、じゃあまずまずまず2万2万止まって、バンガードガチモードになってるから、どんどんバンガードになっていく、はいはい、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、今度は1万要求ですね、大丈夫ですよ、1万要求です、大丈夫です、大丈夫です、では、はい、あーでも2点、2点か、まだ早いかな、さあどっかで止めないといけないですね、では、はい、ジェネレーションガード、お、新カードです、あ、ここで打った、さあ見ていきましょうか、どうぞ、はい、メディテイトドラゴキットです、ってことはインピードが飛んでくるのか、そうですね、さあ、はい、新カード書きました、やばい、新しい G ガーディアン、はい、五天破竜インピードドラゴン、はい、そしてこいつはカウンターでしょうかな、さあカウンターチャージは使わない感じですね、カウンターチャージは、はい、使いません、はい、OK です、ではこうですね、はい、さあインピード見ていきましょうか、はい、はい、G ガーディアン1枚選び表にすると、G ガーディアンとしてこの登場した時にコスト払っていて、払ったら相手は、自分のリアガード1枚選び退却させ表でバインドし、あなたのリアガードの枚数が相手のリアガードの枚数より2枚以上少ないなら相手は自分のリアガード1枚選び退却させるという感じでございますが、
さあまずもう払ったので相手は自分のリアガード1枚選べ対局、はい、小入れしか選択肢がないです。はい、これまだバインドでしたっけ。退却、はい、退却させバインドです。どうぞ、はい、退却させ、ね、表でバインドしてください。はい、OK です。バインド1、そしてもう1枚、もう1枚、はい、あなたの、そうですね、あの、まあ、2枚以上少ないので、はい、これもう1枚持ってきます。すごいな、はい、うーお、カーニバルミスった。はい、リアガード1枚選び退却でございます。あっとっとっと、さあここが刺さった。くー、チャトラにすればよかった。進化のインピードで、あ、通らなくなってしまった。これは厳しいが、はい、ではこれを下げます。強い、カーニバルに対しての正解でしたね。はい、いいカーニバルだったんですけどね、あれね。では思わずくるくる回る感じだったんですが、ダメでしたね。そうなかったので、あれをやってしまったので2枚以上低かったねっていうところですね。カーニバルドラゴンでヴァンガードにアタック26,000。ああ、そっか、でもクリティカル何枚、ああ、うん、そっか、バトル何積みなんだろう。ではちょっとインピード超強いな。そうするとめっちゃ強いですね。めっちゃ強いんですよ。びっくりしましたもん。結構詰めるかなと思ったらすごい強い。この番組だと読んでいただけると。では、ね、ノーガード、うまく引っかかっちゃってんな。さて、よし、ではトリプルドライブ、おう、セカンドチェックゲット、クリティカル、もう入った。では、カーニバルドラゴンにクリティカル、ウスキアスにパワーをお願いします。さあ、サード、はい、便利、サードチェック、あー、なし。さあ2点、はい、ではダメージチェック2点、はい、ダメージチェック、ドロー、強い、パワーは、うん、パワーは、まあ、バンガードなのかな。いや、でもこれウスキアスでチャトラを潰しに来る、いや、1点詰めに来る可能性難しいですね。あ、でもこれ僕のあれ次第できっと変わるな。まあ、ヴァンガードに、通常は V ですね。パワーはヴァンガードに、で、1枚引きましょう。ダメージでワンドロー、1枚引きます。はい、で、2点目ダメージチェック、クリティカルトリガー、さあ、さらに5000が乗っかって、5000を、今4分の1いくつでした。今、ウスキアスが21000で、チャプラに5000を引けたら1万3000。チャプラに攻撃をそらすことができる。じゃあ、そうですね、逆にチャトラに乗せてもいいのか。チャトラに乗せます。チャトラに乗せる、はい、さあこれでシールドがどちらにせよっていう感じか。で、どちらも1万か。おー、はい、おーおーおー、強い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 。なるほど。さあこのアタック悩む。どっちも1万で防がれるか、それともノーガードにするか、見ていきましょう。アタック、まずアタックの方向ですね。じゃあチャトラにアタックで、チャトラに、やっぱりな、あー、そう来るよね。そうすると1万か、1万を手札から出すか、チャトラを流すか。よし、じゃあ1万か、いくぞ。チャトラがある場合はチャトラ流してもいいんですが、さあどうするんだ。いきます、ジェネレーションガード。おっと、打った、何打った。さあ見ていきましょう。これもう一発インピードをこのタイミングで打つ、はい、あれ、なるほど、 GB8 目前なんじゃ。 GB8 稼いできた。ここで稼いだか、なので早い。いや、でも8とはいえ、いや、早い、そこまでのあれはちょっと危険なので、スキルはインビードには乗らないです。乗らず、乗らずで、なるほど、スニーカード、はい、取っとく。それで今何枚ですか。今 G ゾーンが1、2、3、4、5枚です。いけるか、いけるね、いけるわ。なるほど、そうかそうかそうか、なるほど、次ストラドできるのか。そうですね、その流れですね、いけますね。うん、なるほど、はいはいはい、ではターン終了ですね。いやー、マジこれ早い、冷やせるな。思った以上にこれは実はバトリーさんが追い詰められた形になりましたね。ですね、あの、なんかここでどうしても G ゾーンのカードの差がやばいですけど、どうしても5点与えときたかったが4点なので、さあここでスタンドドロー。ではスタンド&ドロー、はい。さあまず全部対決することができるかですね。さあストライドは、ストライドします、ストライド、さあストライドして、さあということはオープン型のやつに乗ってきますね。なるほど、
さあ通常で考えると、でもここ入ってこれどっち、オープンしたのは、そうかです、これはどっちでもいいですね。多分今もしかしてバンキッシャーともう一枚で悩んでます。そうですね、バンキッシャーではやっぱりここは辛くいけるのか、もしかしてあのコンなんちゃらなんちゃらが入ってる、どっちでいける、コンなんちゃらも入ってますが、やっぱりここはねキャラクターを大事にした、あ偉い、あすごい、というなるほど、いくぞ、では青天ハリウドラゴニックバンキッシャー VMAX よっ、VMAX? なるほど、はい、VMAX です。で、さっき1ターン目で、ボルテージを2枚オープンしたので3体同時攻撃ができるはずです。はい、なるほど、OK かな、はい、なので、ヴァンガード1体で全てと戦うことができます。いいでしょう、こっちを選んだか、そして入ってるのか、まあ、今雷撃まだ1ですよ ね、僕、そうですね、なるほどね、はい、いや僕はこれじゃいません、多分今このファイトを見てる皆さんと意思疎通をするためにちょっとボソッとつぶやきましたけど、はい、今これで若干こう見えた手札があったんですが、はい、やらないようにしていいんですが、これ以上は後で言いますね、はい、見ないようにしよう、なるほど、ね、はい、ではここでさっきの秘策2に戻るね戻ってった番号は、ポール、ワイバーンストライクバックスなるほどなるほど、なるほどね、はい、今回バニラを本当に多用していますですね、いや本当先行でよかった。そしてここでもうちょっと増やしたいところなので、ではドロートリガーをチャトラの後ろに、チャトラ後ろ、はい、ラインができた、配置します。なるほど、16000、さああとは生き残ることを考えてみようか。あでもちょっとストライドが不安といえば不安なんですけど、まあ、ここでアタックでも大丈夫かなって感じがしますけどね。ただまだ2点なのでもう1つ目が欲しいのでこうします。じゃあそこまでは投げていく、なるほど、はい、ボルトをコール、さあそこからではいきます、はい、VMAX でルアードにアタック3体ですね。さあもうまず VMAX が、G ゾーンの表のバンキッシャーを含むカード1枚につきなので、2枚あるかな、はい、表2枚だと思います。はい、はい、1回のアタックでバンガードと選んだリアガードユニット全てとバトルするです。はい、インターセプトなどできないので注意してください。ノーガード、ではトリプルドライブ、さあここでここだよね、大事なのは、ね、トリプルクリティカル、せーのもう出ちゃってるからね、2枚ね、本当だ、よし、安心して受けよう、トリプルドライブ、おい、ファーストチェック、ドローか、強いさあまず線が横に、1枚ドローして今日の日産すごいドロートリガー、パワーはチャトラに、パワーチャトラ上がる、はい、セカンドチェック、セカンドチェック、バンキッシャー、はい、いやでも怖いやつだな、はい、サードチェック、ゲットヒール、ヒールした、ヒール飛んだ、マジか、ヒールだけも入った、ではおい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 、ニッサン完全に主人公補正入ってる、ちょっとこれさすごいな、やばい、ガードが硬いぞ、かなり詰め切っちゃったか、で、パワーは、ワイバーンストライクスに、はい、さあでは退却とダメージ点お願いします。さあマソリさん、この時点でかなり追い詰められたぞ、ダメージチェック、ゲットドローきたー、でかい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 、さあで、パワーはルアードに、はい、で他のが大変ですね、さあ今最低条件を一応確保しましたね、ここでルアードに、さてよっしゃー、よかった、ダメージ1点ですね、1点です、ではアタックが、アタックが低い方からアタックでございますね、ドロップはリチュアル、あえペリアル忘れてた処理を忘れてた、そうですね、まあ、まあ、リチャール達成しております、そのままいきます、はい、ではチャトラで、まあ、見なかったことにアタックします、あチャトラからいった、要求値が1万で守れる、
さあここはジェネレーションガード切ります。おっおっと、バインド側をやりたがりましたね。在庫の魔女王イエリッド、新しいやつ、新しいやつです。チョイン。さあでは、イエリッド見ていきましょう。はい、表にすると、はい、登場した時に、あなたのグレード1以下のリアガード2枚までなりガーディアンに移動させるという能力でございました。はい、で、まあ、移動させるリアガードはいないんですが、はい、ドラッグドライバールアードを表にします。はい、オッケーです。 G ガーディアン、はい、ごめんなさい、 G ガーディアンです。あ、ごめんなさい。はい、大丈夫です。あれです、プロットメーカードラッグで、はい、オッケーです。そして、このヒールトリガーなんですが、イエリッドを出した時に手札のグレード1以下のカード1枚を選び捨てて、1枚ドローできます。ドロー、ドロー、はい、うわ手札多いな。なるほど。でこれでガード成功ですよね。はい、成功。はい、さあただもうワンアタック残ってますね。はい、ではもうワンアタックいきます。はい、ではマイティーボルトのブースト、ワイバンストライクバーブスでガードにアタック、ここはノーガードでございます。いけ、はい、せーの、チェック。うん、欲しかった。これでターンが返します。はい、スピード上げていきましょうか。さて、そうですね、いやーコンポージャーが硬いですね。では、タッチ、あ、ごめんごめん。はい、ではスタンド&ドロー、すいません。ストライトジェネレーションはどうしようかな。さてバトリさん追い詰められた。少しでもここでウスキアスとソードブレイカーを山札の下に戻します。戻していった。ノーコストストライド、ドラッグドライバールアード。さあドラッグドライバールアード拍手。さあルアード乗っていく。リチュアルはあるよね。あります、リチュアル、はい、コストを払って表に、はい、山札からさあ表のドラッグドライバールアード、さてコール対象を悩んでいる。アリサロールで、アリサロールコール、はい、そして、ルアードのストライドスキル、はい、シャッフル死の方ですね。あ、そっちか。はい、どうぞ、はい、どうぞ、次の対決して、2体コールします。はい、 OK です。ディルムが欲しかったな。あ、ディルムの今日入れてない。ディルムの入ってますよ。ないよね。ない。この読みない。まあナイトスカイとアビソルオール、はい、フォローしておきますので、今スルッと、やったのでわ、からない方もいらっしゃると思いますが、ドラッグドライバーロードのストライドの時上の方の能力を使ってきましたね。まずこれでコールして、それをコールしたコスト、ものを対象にして、こちらドラッグハートロードの、スキルを発動させたという、はい、今効果選択の順番ができるのでというところですね。はい、今非常にテクニカルなことやってくれました、はい、ありがとうございます。そして、アビソルオールの退却時の効果でカウンターチャージ、そしてコール、コール、コール。ああそうか、そういうことか。さあお互いでバンガブルケルだ。さあではアタックが、ではアタックに入ります。はい、どこから、まあここからいきます。はい、まずはチャトゥラで。そんなに嫌い。まずはチャトゥラに。そうだよね、はい、要求値は、1万1000なので5000で。いやー、では強いな。インターセプト。さあ、はい、インターセプト、はい、はい、では、ブースト終了時に、はい、コストを払ってベリアルオールを退却します。はい、そしてワンドローで、ベリアルオールのスキルでワンドロー。
そしてブーストをマーハでヴァンガードにアタック、2万ですね。2万でアタック、1万ガード、1万要求。そしてマーハのアタック時、はい、カウンターブラスト、はい、もう後がないんだ。あれ開いた。そう、あ、そうですね。じゃない方がいいか。どうだ。ブーツパーブーツパーブーツパーで、その心は、登場した時に、はい、手札から1枚捨てて1枚ドローします、はい、1枚捨てて1枚ドローします、はい、そしたら2000アップします。チェイク。なんで2万2000になったんで、あー、なるほど、要求値が上がりました。はい、1万では通らないっていうことだよね。イエイ。やりますな。ではデデンデンデデン。あ、そういえば持ってたそういえば持ってた。ここで打ち込んだ。あー、やばい。さて、インビートドラゴン2発目を打ちます。さあ、インビート2発目、まず相手あれですね、自分のリアガード1枚選び退却からですね、で表でバインドからスタートです。はい、表でバインド、はい、バインドした。あ、いた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 。そしてはい、ブルワークドラゴンをオープンして、先ほどと同様の効果を、はい待ってくださいね。オープンし1枚で大丈夫ですね。はい、はい、ので今のでよかったです。はい、じゃあ、あ、これでまあダメージは取らなかったと。はい、はい、では次いきます。ヴァンガードドラグドライバールアードでヴァンガードにアタック、1万2万6千の3万3千ヴァンガード、完全ガードまだ持ってる。硬いな。はい、ではいきます。しっかり守っていった。3枚トリプルドライブ、ワン、セカンドチェック、おっと、サードチェック、おっと、乗らない、引かない。はい、じゃあこれでターン終了になってしまいます。おっと、今のはブルズバーは短期目に出てゴーですね。はい、はい、ノーです。はい、はい、終了です。はい、シュン。ではサンダーボードロー。さあ、ここから兄さんの見せ場、ドローからはい、はい、いきますね。ではバンキッシャーでストライド、ストライド、バンキッシャーでストライド、何コスト払って、あくまでもコンポージャーだぞ。さあ、さあ GB8 が達成して、 GB8 聖天破竜クローザードラゴンです。乗れた、乗ってきた、すげえな、乗れたよ。さあ乗れた、乗った。登場した時、まず全てのファイターのリアガード対応させてください。全てのファイターのリアガード対応させます。あ、はい、では一応あの G ゾーンを広げて確認します。はい、どうぞ。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、何度も言いますよ、全てのファイターのです、全てのファイターのです、はい、なので全てのファイターなので、僕も自陣を全て下げます、はい、そして相手のドロップゾーン全てを表でバインド、ボーン。アトリ君、リチュアルってなんだっけさあ何枚ありますか。まあいいさ、見てろよさあ、バインド何枚ありますか。にしろやと、あ、俺バカだ、ほんとベリアロール戻しといてくださいね、皆さん。にしろやと、にしろ何枚、17枚かける2000、来撃17、来撃17、全てのファイターのバインドゾーンか。はい、で、さらに兄さんは、はい、兄さんバインドゾーンいくつ。バインドはないです。あ、今退却させたものは、3、あ、いやいや、あの相手のドロップゾーンを、ドロップゾーン全てを表でバインドで、自分のバインドはありますか。あ、そっか、今下げたものですよね、3です、こうあったもの。あ、そっか、でもバインドはしない。バインドしない、バインドしない、バインドしない、これ、自分は下げるだけ。大丈夫ですよ、ただ自分の、バインドがあったらっていう話なので、うん、はい、なので一応確認しただけです。ないです、違います、違います、はいはい、バインドはないです。17なので、17×2000、はい、はい、
34,000。はい、はい、全てのファイターのバインドゾーン1枚につきアルトネット全てのプラス2000のエルなので、プラス3000、このターンプラス3000、プラス34,000されますね。すごいな、うん、はい、さあというわけでここはコールして禁止アタックいく状態。さあさっきのターンであれさあ今のドローで引いたのをコール、はいはい、すげえいやらしい言い方してきた。さあコールしていいだろう、来い。そしてマーシャルアーツ、はい、あー高いな。でマーシャルアーツは雷撃達成してるのでパワープラス3000です。はい、で、チャトラも同じく3000、1万1000ラインかなですね。1万2000、1万1000で、そこから3万4000上がるのでいくつだ。全部ガードしてやる。あーでもまだ手札いっぱいあるんだもんな。頑張って増やしました。1万5000、1万5000で3万4000に、ね、はい、3万4000はいです。いきます。どうしようかな。決めやす。いいからそうかな。いきます。どうか。なるほど。クローザードラゴンでアタック。あーどうしよう、うん、完全ガードだよ、ね、トリプルドライブ。はい、ファーストチェック、セカンドチェック、クリティカルトリガー。とっとっとー、パワーはチャトラに。はい、クリティカルはチャトラに。やばい、やばいぞ。サードチェック、やばいぞ。ドロートリガー、おー1枚ドロー。どうパワーはマーシャルアーツに。はい、ではクリティカルの乗ったチャトゥラでアタック。完全ガード。もうどん完全ガード決定した。はい、そっか、ではマーシャルアーツでアタック。僕はマークさんを受け継いでいるんです。トリプル完全ガード。マジか。守った。さあこれ守っていった。さあこれはリチャール分これで稼いだか。サイドすごいぞ、ね、それ。まさか今僕 GB8 乗り切られたってことですね。乗り切られましたね今、うん、すごい、さすが。ただ僕カウンターブラストがないというターンエンド。はい、スタンド&ドロー。オープンオープン。あ、オープン。オープンオープン。ごめんなさい。ストライドジェネレーション。はい。間違えた。ん？ちょっと、どうしよう。どうしよう。まあでも、あいつに乗るしかない。食らいつけ！求める世界をつかむまで！おう。ででーん。もうこれ貫くしかないんだ。リチュアル。3体スペリオルコールします。はい、いくぞ。3体いるのかな。さてリチャールさんから。すいません、2体しかいませんでした。はい、同じ枚数までなので大丈夫です。はい、出していただいて。はい、そしドロップのグレード1は4、5、6枚なんで6000アップですね。でもなー、ドローしてるからな。うん、そしてベリアルオールをコール。はい、ドロップゾーンのエスラスのスキルで退却し山札の下へ手札に戻す。そしてベリアルオールのスキルでワンドロー。オンポージャってことを考えるとこうこうこれでした。いやー、いかないな。よし、これで手札何枚ですか。7枚です。回していきましょう、回していきましょう。はい、はい、よし、行きます。はい、じゃあまずルアード、ドラグドライバーじゃなくてドラグハートの方から、いくらだこれ、
2万3000バンガード。2万3000。はい。ああ、いいラインを整えてくる。そうだな、じゃあ受けます。はい、ダメージチェック、トリガー出るな。よし、それではいきます。はい、ドラッグドライバールアードでバンガードにアタック。2万6000。さあここだ、完全ガード。さあ完全ガード切った。ではトリプルドライブファースト、おドロー、パワーはモルフェッサへ。よし、セカンドチェック、ドロー。おっと、マジか。パワーはモルフェッサへ。サードチェック、まあ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 、太陽太陽。はい、よし、では行きます。はい、ヴァンガードにアタック、はい、1万6000プラスの9000、7000で5000上がって、2万7000ヴァンガード。うわ、上がったな。3万7000。あー、でもクリティカルはない、ないです。受けます。1点受けた、受けます。4対5で1点受けて、ダメージチェック、はい、うん、はい、ダン終了です。はい、さあここでかっこいいあいつが出てくるぞ。これは条件が全部揃った、西さん。はい、最後あの子が、はい、スタンダード多分走る、ドロー、ターンエンド G。 さあ来撃17が、ターンエンド G、 ターンエンド G。 うわ、ギリギリ、はい、ギリギリ。あ、今手札何枚だっけ。手札は2、4、6、7枚です。やるな。ストライド、ストライドして、はい、粘ったぞ。さあ、あのカードが飛んでくるはず。はい、あのカードが、あ、どっちにしようかな。でも、え、おっと、 VMAX じゃない選択肢もあるのかな、もしかしたら。おっと、はい、じゃあやっぱりここは VMAX で。さあ走った、はい、はい、ドラゴニックバンキシャー VMAX にスライド、はい、そしてさあここミスさん、なんと VMAX でフィニッシュできるか、いけるか。レシェプ、あ、でもどうしようかな。マーシャルアーツ、マーシャルアーツを刺さるかな。はい、あ、はい、そうします。マーシャルアーツ下げます。はい、そしてお守りで入れていたお守り秘策その4、クラウドマスタードラゴン。おどう、はい、この子は、バインドゾーンのカード1枚につきこのユニットのパワープラス2000。つまり今バインドゾーンは2、4、6、8、2、4、6、7、さっきと変わらず17枚です。はい、17×2万、2000が乗るので、3万4000が素の状態で乗ります。なんと、あ、これでリアガード1体潰して VMAX の流れか。これでいけるはず、 VMAX、はい、飛んでくか。では V からアタックだな。あ、レシェフを吸い込みますね。あ、そっち見えないのか。そっか、こうかな。あ、どうしようかな。うん、さあ、なるほど。あ、どうしよう、やべえ、これ食ったな。さあ、リアガード、はい、ドクターだとリアガードからリアガード行ってから VMAX で飛ばしてっていう感じですかね。ただ他の選択肢もまあもちろんあるので、そこはお任せします。気づいちゃったな、これ今な、何を。いや、しくった。ではチャトラで、はい、いや、どうしようかな。あー、でもこれタイムリープありなのかな。ボルテージはやめて。いや、だからボル…え、ボルテージはやめて。はい、すいません。じゃあ、私がちょっと VMAX 乗ってほしかったっていうのは、はい、あの主人公的にあったというか、キャラクター的にあったので、ごめんなさい。いい、すいません。いいですよ、ボルテージ。申し訳ない。行きましょう。タイム、うん、分かりました。タイムリープ。あー、分かってたけど。はい、あれは私のミスですかね。あの、でも VMAX の、ちなみに、今の私の手だと、今の、一番高いリアガードで、リアガードを1体ほぼ確定で潰してから、VMAX で確定1点乗せてっていうのが、動き的に好きだったっていうのは若干ありましたね。失礼しました。いいはい、ではどうぞ。タイムリープします。はい。
ない。ボルテージ。どうぞ。ちょっと待ってくださいね。はい。いやー失敗したな。オッケーオッケー。カモン。で、5万1000上がるので。5万1000。どこからいくか。はい、上から5万1000上がってる。まっすぐ行きます。1万5000、1万7000の、5万1000上がるので、かでもまあ勘が持ってる。5万1000ってどうやったらガードできるんだ。はい、では完全ガードだよね。完全ガードですね、ヴァンガードは。はい、とりあえず、はい、トリプルドライブ、ファーストチェック、セカンドチェック、サード出るな、チェック、ドローが、よかった。ではワンドロー。あぶねえ。パワーはチャトゥラで、はい、でチャトゥラで、はい、アタック、ルアードです。そいつも、5万1000上がってるんですね。計算ができない。今追いつかなくなってきた、だんだん。6万7000。6万7000ってことはガードが6万7000ですよね。あ、6万7000必要ってことですか。6万要求だし、ちょっと計算しますね。はい、3 5 4 5。あ、無理です。ノーガード受けからダメージチェック。はい、うん、スタンド乗った。ジャパンガードにパワープラス、なけなしの。はい、はい、ではチャトラのスキルカウンターブラストして、ドロップゾーンから、まあ、エスラスですかね、を、はい、はい、さあ、これでネックロさせて、ではクラウドマスターが今だいぶ上がってるから、いくつなんだ。なるほど、なるほど。10万いってるのかな。いや、これ乗ったな。10万2000だそうです。さあ、まあ、約10万。さあ、では、この1点で決まるか。クラウドマスタードラゴンで、ルアードにアタック。ノーガード。さあ、これでヒール出ると、でかいんだが、せーの。なー、あー、決着。はい、ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。では戻っていただいて、はい、はい、ありがとうございます。